足を伸ばしましたが、まだルーズボール拾って、ハチスカ中送る、ヘッドは決まった、先制仙台西村。まあ、ここ逆サイドまで流れてきた、ボールをハチスカ選手がいいんで、プラスのボールを上げましたね。まあ、守備としても非常に競りにくいボールでしたし、まあ、よくそこに対応した西村選手のヘディングもうまくすりましたね。まあ、ここで深く当てずに薄く当てることによってキーパーの逆をつきましたね。まあ、手倉森監督がこの直前に交代をしましたけども、入った選手が期待に応えるゴールとなりましたね。